石川勇気は日本のプロレスラー。本名は石川豊彦。外国人レスラーからは本名の豊彦が発音しづらいため頭の部分を取ってトイと呼ばれている。アントニオ猪木に憧れて日本大学卒業後にプロレスラーになるためアメリカへ渡りカールゴッチの紹介でボリス・マレンコが主催しているマレンコ道場でトレーニングを積む。 1991年3月、日本に帰国して、プロフェッショナルレスリング、藤原組に入団。1992年4月19日、藤原組、東京単位区間大会の対、高橋和夫戦でデビュー。1993年1月31日、青銅会館主催のグローブ空手大会、東和坂月空手ジャパンオープンに出場して3回戦で、 佐竹正明と対戦して、左ハイキックで小負けするも、大会特別賞を受賞。1995年3月、新日本プロレスで開催された、ヤングライオンハイソーダツリーグ戦に出場。1995年11月19日、藤原組のスポンサーから、所属選手の大幅なリストラを提示されたことに、反発して、藤原義明を除く所属選手を引き連れて対談。 12月、格闘探偵団バトラーツを設立。1996年4月13日、小田原市川東タウンセンターマロニエホールで、旗揚げ戦を開催。2008年、プロレスリング01マックスで行われた、男女混合タッグマッチで光ると、前村先にボディスラムでうつ伏せにして、ニヤニヤしながら襲いかかるムーブを見せた。出演者として、石川の名前が出ないが、よく、 日本テレビの番組、ダウンタウンのガキの使いやらへんで、のプロレスが絡む企画の際のプロレスラー役で登場する。2013年、かつてバトルアーツに参戦して WWE でスーパースターとなったサンティーヌ・マレラがカナダに設立したプロレスと総合格闘技の道場、バトルアーツアカデミーのコーチとして招聘されて拠点をカナダに移している。ありがとうございます。